明けましておめでとうございます。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。令和4年最初の朝ちゃんです。今年も尾張旭市の魅力的な情報を元気いっぱいお届けしますよ。本年も朝ちゃんをどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の内容はこちらです。特集は森市長の新春インタビューについて、その他イベントや募集、市政情報などをお届けする尾張旭ホットニュースをお送りします。今回も盛りだくさんの内容でお届けします。最後までどうぞお楽しみに。森市長、明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。尾張旭市長、森和美です。今年もよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。森市長、お忙しいと思いますが、年末年始はゆっくり過ごされました？まあまあゆっくり過ごしました、うん、はい、よかったです。いつもよりは時間があったような気がしますね、うん、はい、そうなんですね、はい、今日はいろいろとお話伺っていこうと思います、はいはい、早速ですが森市長、昨年も一昨年に引き続いて新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた1年でしたが、振り返ってみていかがですか？そうですね、新型コロナウイルスが世界中に猛威を振り出し、早2年近くが経ちます。市民の皆さんにはマスクの着用、手洗い、換気の充実など感染対策を続けていただきありがとうございます。感染拡大は寄せては引いて、また寄せてはと波のように続いています。まあ、辛いかもしれませんが、まだまだコロナとともに生活を続けていかなければなりませんね。もうウィズコロナですよね。感染症対策は引き続き丁寧に、そして徹底して行っていく必要がありますね。そうですね、新たな変異株の蔓延や第6波も懸念されますので、感染症対策はしっかりと続けてください。現在は新型コロナワクチンの3回目接種に向けて、希望される市民の皆さんがスムーズに接種できるよう準備を進めております。どうぞご理解とご協力をお願いします。わかりました。では3回目のワクチン接種を希望される方はもうしばらくお待ちくださいね。森市長、その他のコロナ対策について教えてください。はい、市内経済の活性化を図るため、引き続き事業者の支援や感染状況に配慮しつつイベントを開催するなど、町のにぎわいを取り戻し、地域を盛り上げていきたいと思います。またポストコロナを見据えた町づくりとして、三郷駅前の再開発事業をはじめ、さまざまな事業に取り組むことで市全体の魅力を向上させ、次世代につながる住みやすい町づくりに努めてまいります。今年も皆さんと一緒にこの苦境を乗り越えて進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。わかりました。もうコロナに負けないように、もうみんなで頑張っていきたいですね。ここまで森市長のお話にもあったように、やっぱりコロナの影響もあって昨年もちょっと暗い話題が多かったように思うんですが、そんな中11月に第9回健康都市連合国際大会で4つの賞を受賞されましたよね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これまでの健康都市の取り組みレポートを提出し、プログレス賞とクリエイティブデベロップメント賞3賞、合計4賞の受賞となりました。すごいことですよね。何でもこう第2回大会から8回連続受賞されていて、日本国内の加盟都市の中でも8回連続っていうのは尾張旭市だけなんですよね。そうなんです、はい、表彰を受けた内容は、都市基盤整備やウォーキング、市民団体の健康づくりなど長年にわたる取り組みのほか、最近のコロナ禍でのワクチン接種やSDGs などの取り組みです。過去から現在、未来に向けた取り組みが幅広い分野で表彰されたことは、尾張旭市の総合力によるものですので、本当に嬉しく思います。
今後も体、心、町の健康を目指して健康都市事業を進めてまいります。市の取り組みが世界に認められたということは本当に嬉しいことですし、なんだかこう誇らしくもありますよね。やはりこれまでの長年続けてきた成果が出たと思いますね。市民の皆さんの協力のおかげです。継続は力のありですね。そして健康といえば、昨年のお正月のインタビューの時に市長の目標が健康第一だったと思うんですが、どうですか？おっしゃる通りです。健康第一でしたね。しかしですね、昨年の1月から4月まで毎月のようにお腹の調子が良くなかった。そうなんですね。そこで、運動をまたするようにしました。ウォーキングはもちろん、ジョギング、それとレクリエーションバレーボールを再開しました。バレーボールですね。はい、もう一つ甘酒を飲むようになったんですね。はい、成長作用があるんですね。これは目から鱗でしたね。結構甘酒って今注目されてますもんね。発酵食品ってね。そうですね。体に、私も夏飲んだことはなかったんですよ。冬は温めて飲んだことあるんですけど、夏冷やして飲んだら、これは素晴らしい効果がありました。ですから現在は元気もりもりです。よかったです。ありがとうございます。お肌のツヤも良くて、甘酒効果が出てますね。ボーリングの方はどうですか？ボーリングは残念ながらね、2年余りやってないんです。そうなんですね。はい、これからやろうと思っております。はい、そうですね。はい、では市長の個人としての今年の目標を教えてください。これは個人的目標とさせていただきたいんですが、はい、毎年10月に行っています市民祭、これをやりたいと。実は、コロナで、昨年一昨年とできてないんですね。さらに言いますと、先一昨年3年前もできてないんです。そうでしたっけ？台風が来たんです。やむなく中止としました。ですから私が市長になってから3年間やってないんです。私は全国植樹祭という大きなイベントを関わらせていただきましたが、市内で一番大きなイベントである市民祭関わってないんですね。ですから市民祭をやりたい、これでお願いします。わかりました。盛大に市民祭やりましょう。私もぜひ駆けつけたいと思っております。それでは市長、最後にこの朝ちゃんをご覧の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。今年の干支は虎です。実は私は年男です。虎は千里行って千里帰ると言われ、勢いが盛んで行動力が優れていることの例えなどで使われます。本年も市民の皆様の健康と生活を守ることを優先し、千里をも往復する勢いで現地現場を駆け巡り、全力で市政運営に取り組んでまいります。引き続き、子どもは宝、健康は宝、幸せづくりは宝に向けた施策を展開していきますので、よろしくお願いします。いや、もうこちらこそよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、今年もさらなるご活躍楽しみにしております。ありがとうございます。頑張ります。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては終わり朝日ホットニュースのコーナーです。原動機付き自転車、軽自動車の廃車、名義変更の手続きをお忘れなく。軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や譲渡などの際には所定の手続きが必要です。4月2日以降に廃車や譲渡の手続きをしても1年分が課税されますので、早めに手続きをしてください。問い合わせは市役所税務課家屋焼却係、電話番号 76-8119 にお願いします。皆さん、1月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはこちらの時間帯で放送しています。お好きな時間帯にご覧ください。次回1月15日号はご覧の通りです。どうぞお楽しみに。最後の朝ピーじゃんけんも楽しんでくださいね。それではさようなら。朝ピーじゃんけんじゃんけんぽん。次回の朝ちゃんもお楽しみに。